ただきます。うまっ。味が、味が、マッチョ、マッチョ編むって食べちゃう。お昼、お昼。これなんよ。いただきます。あ、風呂上がりのストレッチ。今日は一人です。しゃしゃ、つわつわ、つかした。ということでね。ちょっと明日、5月27日、木曜日が明日なんですけど、明日天気めちゃくちゃ悪いんですけど、コンペが入ってるんで、今から練習に行きたいと思います。で、いつも行ってるカナーレじゃなくて、今日はね、川間のアルバトロスっていうところに行ってきます。ではまた、後ほど。今日は5月26日なんですけど、僕5月27日が誕生日なので、今日は前夜祭ということでいただいております。明日も飲みます。28日から禁酒します。これないよ。取引先の社長からいただいた松坂牛です。ありがとうございます。松坂牛です。いただきます。牛脂がいつの間にか溶けてた。全然面白くない。全然面白くない。いただきました。じゃあ、焼きます。いただきます。いただきます。いただきます。はい。あ、これはうまそうだね。チタンね。どうぞ、召し上がれ。いただきます。うまっ。やば。やば。うん、うまっ。いい匂い。うん、あ、これはうまい。うまい。うまい。どうなの？来てよ来てよ。めっちゃうまくない？おいしい。おいしい。おいしい。いただきました。続いてタン塩でーす。うまいです。ありがとうございます。ありがとうございます。もっとお仕事頑張ります。いただきます。うん、うまっ。
缶詰でいけるか。いや久しぶりのビールうまうまい。大人になったらわかるよ。はい、ルカさん、いただきます。うまっ。抹茶入りました。おいしい。じゃあ行こう、これ行ってみよう。あー、お、柔らかい。落ちちゃう、落ちちゃう。いただきます。ラブちゃんは巨大食堂所巨大食道症という病気で、食後20分ぐらいはこうして立ってないといけないのです。うるさいうるさい。ヨヒちゃん、ヨヒちゃんはね、暴れん坊将軍だからケージなんだけど、日中はお外出たりしてます。チュン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 。あちゃ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 。1、2、3、4、20、30、31、32、55、56、57、58、59、1分、終始ルカちゃんしか映っていません。以上です。また明日もよろしくお願いします。おやすみなさい。